現役時代は神主打法で名を馳せ、プロ野球史上ただ一人、三冠王を三度達成。監督時代は俺流采配で、就任した2004年から2011年まで、すべての年で A クラス入りという偉業を成し遂げた。そんな落合博満氏だが、プロ入り前は、高校の練習にほとんど参加していなかったことや、プロボーラーを目指していた時期もあることなどは有名な話である。今回は、レジェンド、落合博満氏のプロ入りまでの道のりを紹介いたします。いつも、コメントや高評価をくださりありがとうございます。すべてに反応はできておりませんが、励みになっております。今後とも、当チャンネルをよろしくお願いいたします。1953年、秋田県の南秋田郡、現在の男鹿市にある和菓子店の7人兄弟の末っ子として誕生した落合博満氏。少年時代は新聞で丸めたボールを棒で打つ遊びをしており、兄の影響で、小学4年生の時に地元の学童野球チームに入部。当時、長嶋茂雄選手に憧れていた落合少年は、学業においても、図工以外は、常に学年上位に入るという、まさに怪童であった。中学に上がった落合氏は、野球部に入ると、1年生から、エースで4番を務めた。中学の野球部は、万年初戦敗退レベルの弱小チームであったが、落合氏は3年生の時に、そのチームを地区大会決勝まで導いた。惜しくも決勝で敗れ準優勝に終わったものの、この試合で落合氏は90メートルを超える本塁打を放っている。高校進学にあたって落合氏は、県内のいくつかの強豪校から勧誘を受けたが、卒業後は就職と決めていたことと、選手をあまりいじらないと聞いたことから、秋田工業高校に進学した。野球部へ入部すると、即レギュラーに抜擢され、1年生ながら4番に座ったが、入部から3ヶ月で右肩をこばして投手を断念し、外野手へ転向している。もともと練習嫌いだった落合氏は、強豪校の誘いを受けて秋田工業に進学したが、当時の根性論を重視する体育会系の風習は、決して強豪校とは言えない秋田工業にも蔓延しており、上級生から毎日のように殴られるような状態が続き、練習に顔を出さなくなっていった。さらに、授業にも嫌気がさした落合氏は学校に通わなくなり、その代わりに、秋田市内の映画館に足を運び、年に100本は映画を鑑賞するほど通い詰めていた。そのため出席日数が足りず、留年の一歩手前だったという。こんな状態にもかかわらず、落合氏はチーム一の実力選手であったため、大会の直前にはチームへ呼び戻されていた。こうした練習サボり大会前の復帰という入隊を8回も繰り返した。高校卒業後は就職と決めていたが、高校3年生の10月に知人に勧められて、東洋大学野球部のセレクションに参加。そこで、特大の本塁打を連発したことが評価されて合格が決まり、落合氏も就職から一転、大学進学へと舵を切る。1972年、東洋大学へ進学することになった落合氏は、いきなり背番号を与えられ、ポジションも内野手と決定し、高校卒業前の2月には合宿入りした。また、1年生に10名の中から特に優れた4名のうちの1人に選抜され、松山キャンプにも参加したが、その練習中に、左大タイムの肉離れと足首の捻挫という怪我を負い、毎日の通院を余儀なくされる。そして、高校時代に続いてまたしても、野球部の古い体質が落合氏を悩ませる。先輩を立てるという風習や、学年が上というだけで、先輩が後輩に威張り散らすことに対して、自分から自発的に野球をする意識が持てず、雑用を押し付けられて、野球をいやいややらされるだけと、4月の入学式を目前に合宿所を飛び出して野球部を退部、大学も中退することとなった。大学中退後は、郷里の秋田県に戻り、ボーリング場にてアルバイトをしていた。そこでボーリングに熱中し、このままプロボーラーになろうかと考えたこともあったという。一方で、地元の草野球チームに参加して野球を続けていた落合氏は、厳しい練習も鬱陶しい先輩もいない草野球という、純粋に野球を楽しめる場で、野球への熱意が再び高まっていった。二十歳を前にして、このまま定職にもつかず、アルバイトを続けることに不安を感じた落合氏は、高校時代の恩師である野球部部長を訪ね、
就職について相談したところ、社会人野球東芝府中のセレクションを勧められた。草野球はしていたものの、第一線からはおよそ2年もブランクが空いていた落合氏だったが、持ち前の打撃技術で無事セレクションに合格。1974年の1月に東京島浦電機の府中工場に臨時工として入社。同工場の社会人野球チーム東芝府中に加入し、日中はトランジスタラジオの基盤を組み立て、夕方から野球の練習をするという生活を送ることになった。入社2年目にして4番に定着した落合氏は、1976年に東芝府中を創部23年目で初の都市対抗出場に導き、初勝利を挙げた。翌1977年には阪神タイガースが指名の可能性をほのめかしたが、結局獲得とはならなかった。1978年、後に落合氏の右腕として共に中日黄金期を築き上げた森重和氏らと第25回アマチュア野球世界選手権日本代表に選出。東芝府中には5年間在籍し、公式戦通算70本塁打を記録した。1978年のドラフト会議にてロッテオリオンズから3位指名を受け入団。落合氏の獲得を推薦した城之内スカウトによると、指名理由は変化球に強く、投手が苦手とするタイプの打者という一点のみだった。城之内スカウトは元投手であり、投手としての視点から落合氏の資質を見抜いていた。ここからプロ野球選手落合博満の伝説がスタートすることとなる。